はいどうも、シューティーです。日本チャンネルのヒュートです。どうも、クレイジーピーです。はい、どうも、シャクリヤマです。リクエストブルチャンネルのリクトです。はい、お願いします。というわけで、遠征してるんですけど、ちょっともう時間なくてすいません。テーマは、この1年振り返ってってところで、ちょっと良平いないんですけど、はい、まあ良平はまあ努力して頑張ってくれてるんで、まあ、そこはもう置いといて、僕らのちょっとこう1年振り返るって感じでやっていきたいと思います。はい、はい、でまず翔平 TV なんですけど、おかげさまで1万人突破したってことで、一つの目標が達成して、もう安心しております。まあそうですね、まあやっぱりプレッシャーの中、1月6000人だから7000人ぐらい行ってて、8000人でグローブプレゼントっていう企画もやってたので、ずっとなかなか行かなかったんですよ。でどうしようと思ったら、急にこう伸び出したり、動画がバズり出して伸びてって、あとはもういろんな人の、協力もあって達成したんですけど、1万人いるんだってちょっと認められてる部分がすごいあったんで、僕的に良かったんですけど、僕も有名な人にたくさんね、こう一緒にコラボしてもらって、こう上げてもらってるんで、今度はなんか僕がこう皆さんに協力させてもらって、こうみんなでこう上げていきたいなってすごい思ってるんで、今後とも本当に仲良くしてほしいんですけど、見せないでほしいんですけど、こちらこそすぎますね。なんですけど、そうですね、やっぱりでもこうやって年末、まさか2021の1月にこうやって年末過ごしてると思ってなかったんで、はい、そこすごいなんかやっぱ1年でこうすげえ人生変わるというか、すごいありがたい年だったなと毎回毎年思ってるんですけど、どうですか皆さんは。そうですね、うちのチャンネルは今年1000人っていうのは達成したんですけど、まあ、僕の中で1000人からスタートラインっていうのがあって、まあここからどうやって伸ばしていくかって悩んでたところに、翔平さん、まあ大井さんとつながる機会をいただいて、でまあリクベースボールチャンネルっていうチャンネルが生まれて、山口県の YouTuber 野球長が2人になって、でやっていくうちに、クリラバとかヒロトとか、うん、毎日インスタライブするようになって、うん、グローブのオーダーとか修理が得意なリバースさんっていうのを存在を知って、ぜひリバースさんに会いに行きたいっていうので、この年末集まる機会ができたので、そうっすね、人のつながり、広がりっていうのが今年すごい一番印象深いですね。そうですね、 YouTube やってると本当にこう無限に広がるんで、そうですね、元プロの人とかと交流したり、すごいレジェンドの選手とも会うこともあるし、野球女子、いろんな野球女子のね、女子プロ選手とかすごいこう交流もあるし、やってて本当にいろんなつながりできたんですよ。なんで皆さんも今後そういうつながり絶対始まると思うんで、そうっす、はい、もう諦めず頑張ってほしいですね。続けてほしいです、はい、それが大事ですね、やっぱり超大事ですよ、本当に。でヒロトはどうですか。自分はやっぱり翔平さんとの出会いが一番でかかったですね。あ、いや、そんなことないですよ。そんなことない、なかったっけ。あったっていうか、本当に撮影一緒にやらせていただいて、やっぱ楽しかったっていうのが一番でかかったですね。ああ、いい思い出ですね。いい思い出ですもん。そしてそしては、で、そしてなんで、そしてはで、まあ、まあ、ゆいぽんチャンネルに入って、まあ、1年経つんですけど、目標だった5000人っていうのは達成することできなかったんですけど、持続するっていうのは本当大変なので、YouTuber って、うん、もうそれの大変さを知りました。おー、なるほどね、うん。あとこう動画頑張って撮って、頑張って編集して、頑張ってアップして、まあテーマとかタイトル、サムネとか全部やって出した結果、あんま伸びなかったら結構落ち込むじゃないですか。落ち込みます、超落ち込みでしょ。それはもう何回も経験してるんで、それ絶対あると思うんですよ。けどもう諦めずに、もう継続してほしい。すごいそれはあるんで、はい、そしたらいつか変なところでこう急にこうバッ伸びる時あるんで、伸びればいいなと思って、ずっとこう頑張ってほしいって、はい、すげえ思います、はい、本当にヒロトが高2ぐらいの時に、僕の地元のグラウンドでやるなんかイベントに、なんか高校のユニフォームかなんかで来てたんですよ。それが始まり、ちょこちょこイベントも久しぶりに来てくれたりしてから、そうです、ね、急になんか YouTube やりたいってなって、最初は本当になんか僕が撮ってるのを遠目で三脚で携帯で撮ってるみたいな感じだったんですよ。しないようにそうなんですけど、どうせやるんだったらちゃんと撮ってほしいと思って、まだなんか中途半端な感じはしたんで、ちょっとあんまりそこは協力はしなかったんですけど、まあ、ゆうぽんチャンネルに入ったって聞いて、そして個人チャンネルもやってるっていうのを聞いて、あ、なんかやる気あるなと思って、
呼んで一緒に撮影したり、でその時間内で4時間と4時間という枠でヒロトの撮る動画の時間に作って撮ってあげたりとか、はい、僕と一緒にやることでなんかね、はい、得るものをそれ自分のチャンネルに出してもらうっていうのを地元にいるまでやってたんで、はい、結構それも多分経験値になってると思いますよ。クリラム君どうですか？なんか笑ってるんですか？ちょっとあのほらね、Pさんの大量のグローブとか僕のグローブを大量に手入れして疲れてきたなと思って、ボロボロの状態でしょ、でしょ、でしょ、大丈夫かなと思って、まあ、僕個人的にはまあ今年2021年の初めにはまあチャンネル登録者数的には2桁まあ10何人とか80何人とかの状態、まあ、Pさん知ってると思うんですけど、今年の目標って100人なんですよね、自分。もう100人突破。それが今902。すごいじゃん。すごいやべえ。すごいよ。まあ、Pさんとかと出会って、まあ、大井さんともありがたいことにコラボさせていただいて、僕は今大学生っていう立場なんで、まあ、大学生でこんだけの経験してるっていうのはなかなかないんじゃないかなと思って、うん、なかなかすごい、はい、貴重な経験させてもらってるなっていう1年でした、ね、すごいっすよ。すごい。まだ人で考えたら100人もすごいし、100人集めたらすごいじゃん。それが9倍以上ですよ。900人クリラボの周りにいるって考えたらとんでもないじゃないですか。特産っていうのは特産に言われたことなんですけどね。そう、確かに1300人ぐらいの時に久しぶりに会って、いや僕まだ YouTube 今続けてるんですけど1300人ぐらいしかいないんですよみたいな。当時特産は多分30万人とか40万人とかいる時、お前1000人ってすごいことだよって、お前の周りに1000人いるんだよ、すごいよ、もっと頑張るよみたいな言われたことがあって、それちょっと言い続けようと思って、逆に僕が思ったんで、登録者もなんかね、上を見すぎるとやっぱね自分がこうちっぽけになると思うんですよ。けど冷静に考えて自分の周りに、まあ、900人や900人いるって考えたらとんでもないやばいことなんで、ほんとそこはなんかちょっと周りとか見ずにちゃんと冷静に考えて、900人いるんだ、じゃあ頑張んなきゃなとか、やる気見せようとか、はい、思って頑張ってほしいなと思います。はい、誰でしたっけ君は。リクベースボールチャンネルのリクトというんですけど、9月1日から YouTube を始めてやってるんですけど、はい、すごい貴重な経験をたくさんさせていただいてるなっていうふうに自分は思ってて、はい、まさかこうまだ145人しかいない中で、うん、日本チャンネルのひろとさんだったり翔平さんだったりクリアバさんだったり P さんだったりいろんな方とコラボすることができたのはすごい光栄なことだなと思います。そうですね、真面目か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 、さっき俺のこと P ちゃんって言ってた。でも本当にやっぱさ、こういうつながりっすから、登録者ってあんま関係なくて、これつながりで何度でもなるし、こういう出会いであると思うんで、だから今多分すごいチャンスなんですよ。いろんなやっぱ経験してる人たちと一緒にいるんで、そこいろんな吸収こと吸収して、なんか本気でやるんだったら頑張ってほしい。はい、頑張ります。学生でも学生しながらね YouTube 頑張るみたいな、それを仕事にするっていうのは別にそれまた置いといて、学生でいながら YouTube をやる、それを周りの面々、学生じゃないですか、学生でしょ、で仕事してるでしょ。そうですね、そうしながらやってるから、そこはちょっと頑張ってもらいたいなと思いますよ、本当に。はい、でさ、ヒロトからちょっと話があるらしいんだ、なんか来年の活動について。ちょっと大きな声で話してもらっていいですか、はい、ちょっとマイクに向かって。来年、まあ、1月からはちょっと翔平 TV のサポートメンバーみたいな形になって、翔平 TV チームに入りたいと思います。なんで UPON チャンネル潰れろ。潰れはしないです。あ、潰れはしない。はい、説明。脱退っていうのは退職どうした修行っていう形を。何修行？過去のレベルアップっていう、大先輩いる中でそれを勉強してって形で。 OK もらった、それ UPON に。 UPON にもらいました。ユーポンはどうしてんの？一人でやるの？ユーポンは走れ大井チャンネルさん。やっべ、大丈夫それ。目標を持ってやんないと、まあ、それってまあ成功しないと迷惑かけたりしちゃうので、まあそれは本当にしっかり勉強させてもらって、でカメラワークも練習も頑張ってやりたいなと思います。そうですか。真面目真面目真面目
でチャンネルをどうするんだろうな。まあ、ユーポンとヒロトってさ、大阪と埼玉じゃん。そう、ね、しかも埼玉も入間、俺も入間なんですよ。はい、ユーポンはユーポンズとかワンちゃんとかで一緒にいるじゃないですか。けどヒロトって俺がいるまでやってるけど一人ではできないわけですよ、うん、やっぱや、はい、撮影ってやっぱ野球って。だからいつもまあ呼んで一緒にやってるんですけど、俺らと一緒にやってる時間の方がすごい長いわけですよ、ユーポンってやるより、はい、だったらもうこっちで本格的にやって修行してた方がいいのかなみたいな、はい、思ってという話があったんで、全然いいですよって話をしたし、取材とかも多分ミューポンチャンネルにいたら多分できない取材めちゃめちゃあるんですよ。めちゃくちゃあります。うん、そこを僕の日程に一緒に来てもらって一緒にやることでそれも経験値になるし、はい、顔を売ることにもなるし、あのミューポンチャンネルの相方かみたいな。逆に翔平 TV 知らんでミューポンチャンネル知ってるっていう人多いから ね、若者は、うん、本当に。確かにレベルアップもそうですし、まあ、編集も一から教えたんですよ、マジで。マックも別に貸し与えてるわけじゃなくて、はい、本気でやりたいから自分で購入してさあやりましょう、でもやり方が分かりませんみたいな、はい、状態からじゃあお前ダウンロードしろよ、あの編集アプリをって言って、でそっからこうやって使うんだよって言って今もう一人でできてますから、本当やる気があればここまで来るし、はい、もうユーポンも軽く超えてますからユーポンをね、確かに超えてますから、うん。ユーポンはおいチャンネルと一緒に2月から入間に来て、はい、まあ、3ヶ月か半年ぐらいは修行するみたいなんですよ。結構厳しいね、あのスケジュールみたいなんですよ。それも頑張ってもらって、はい、でヒロトはヒロトで翔平 TV の方で頑張って取材とかも行くし一緒に行くし、はい、はい、撮影もするし、ちょっとこう良平に今教えてるようなこととヒロトに教えてること結構違うんですよ。そこまでヒロトには深く教えてないというか深く追求してないけど、良平にはもう良平がもうなんていうんですか、テンション下がったりこうやむほど言いまくってるんで、僕が求めてることをやってほしいから言ってるんで、今後多分ヒロトにも多分すごい言うと思うんですよ。けどそれはレベルアップのためなんで、これができたら多分もう普通に一人でやっていけるし、ね、段取りとかも組めるしいいと思うんで、あの今後のねユーポンチャンネルのメンバーそれぞれ走れおいチャンネルの方について、翔平 TV の方についてやりますけど、それぞれのね、あ強みとかを生かして、頑張ってもらいたいと思います。はい。はい。なんかあります？来年からは、今よりも、投稿頻度を上げて、頑張っていこうかなと思っております。思ってるんじゃなくて、やるの？はい。しかもそんな一番後ろにいたら全然声も通らないし顔も映んないし、マジっすか、もうあのモザイクするぞモザイクするぞここに来た方がいいよ。はい、彼が僕のことをピーちゃんと言ったビクト君です。彼めっちゃ面白いですよ、マジでマジめっちゃ面白い、マジで素でやってるんですよね、間違いなくね。まあ、逸材なんで、ぜひともね今後ともピーさんとリクトの、ね、チャンネルの方もぜひあの見てほしいと思います。お願いします。はい、でクレアも静岡で頑張ってますし、はい、リバースさんと一緒にコラボもしてるんでね、あのグローブの修理とかそっち系でね、はい、そういう活躍してる子なんでぜひとも見てほしいと思います。お願いします。で彼はサポートしてるんで、はい、カメラマンとかしてると思うんで、はい、厳しい指導に耐えればねやっていけると思うんで、はい、はい、今後とも皆さんで頑張っていきましょう。はい、はい、来年に2022年もぜひと皆さんぜひとも仲良くしてください。こちらこそですね。こちらこそです。はい、というわけで本日はこういうふうに2021年振り返る動画、そしてねこのみんなとね一緒にこの最後撮れたのがすごい嬉しかったんで、来年もいい出会いがあると祈って、はい、おります。はい、はい、チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。良いお年を。お年を。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。